さんこんにちは。今日はグアムで買った購入品のオレンジメイクをしていこうと思います。こんな感じでしっかりしたオレンジなので夏にもぴったりだと思います。それではどうぞ。
がだったでしょうか。今回もリップははっきりした色なので、アイメイクはそんなに濃くはしてないです。マックのリップなんですけど、ネオンオレンジって言って結構はっきりとしたオレンジです。こういうはっきりとしたオレンジを持っていなかったので、今回はグアムで買ってみました。つけると赤みがかってるようなオレンジなんですけど、夏にもぴったりな色なので、これからだいぶ活躍すると思います。こちらのエルフのパレット、このブロンズアートチークが入ってるパレット、やっぱりあのパッケージの色にはならなかったです。ちょっとベージュっぽいオレンジっぽい色になるんですけど、まあ、これはこれでまあいいかなとは思います。このパッケージを見て可愛いと思って買って期待したらちょっと違うと思います。なのでこれを購入するときはちょっと要注意だと思います。こういう感じのオレンジベージュっていうのかな、なんかこうベージュっぽい色が好きな方はいいとは思います。これも買う予定なかったやつなんですけど、この一番シンプルな、ホワイトゴールドみたいなやつを使ったんですけど、プチプラの割にはすごく良くて、ハイライトがしっかり入ります。 LA ガールのものよりはツヤツヤ感が少ないとは思うんですけど、自然なツヤが出るのでいいと思います。これとこれは購入する予定はなかったんですけど、両方とも買って良かったです。特にこっちのパウダーは本当によくって、サラサラになるのでメイク直しとかに使いたいなと思って、これ今持ち歩いてます。試す価値ありです。リアルテクニックスはクリニックを使って伸ばした時にちょっとやりにくかったので、今回はもう元から持ってるこういうスティックファンデーションを使って伸ばしてみました。やっぱり、水を含ませた方がツヤツヤになります。水を含ませたり、乾いた状態でも両方使えるので、自分のしたい仕上がりに合わせて使うといいと思います。あとこちらも買う予定はなかったんですけど、フォーエバーで買ったアイシャドウになります。これ思ってたより発色が良かったです。洋服屋さんで売ってるコスメなので、そんなにあの発色が良くなかったりとか、こう粉浮きっていうんですかね、そういうのするかなと思ったんですけど、そんなこともなく綺麗な色です。秋っぽい色も入ってるので、これから夏が終わっても使いやすいかなと思います。こういうブラックにすごい綺麗なラメが入ってるような色もあるので、パーティーメイクとかにも使えるかなと思います。今回グアムで購入したコスメはやっぱり欲しいものしか買わなかったので、あまり失敗したっていうものはなかったです。ただちょっと色が違ったっていうものは1点あったんですけど、これはこれでいいかなって思ってます。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。参考になったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。